マダムメドラー、おせっかいは、幸せの始まりは2015年のアメリカ合衆国のドラマ映画。監督はローリーン・スカファリア、主演はスーザン・セランドンが務めた。本作は日本国内で劇場公開されなかったが、2016年12月7日に DVD が発売された。夫に先立たれてからというもの、マーニーは孤独な日々を送っていた。そんなある日、 娘のロリがロサンゼルスに引っ越してきた。マーニーはこれ幸いとロリの家に転がり込み、生活を立て直すことにした。マーニーは全くの善意からロリの生活にアドバイスをしたが、ロリにとっては口うるさいものでしかなかった。そうこうしているうちに、マーニーは自分の助けを欲している人が世の中に多くいることを知り、彼、彼女らを助けようとするのだった。 2015年3月6日、ローリーン・スカファリア監督の新作映画に、スーザン・サランドン、ローズバーン、JK シモンズが出演することになったと報じられた。8月20日、ジョナサン・サットフが本作で使用される楽曲を手掛けることになったとの報道があった。2015年8月25日、ソニー・ピクチャーズ・クラシックスが本作の全米配給権を獲得したと報じられた。 9月14日、本作は第40回トロント国際映画祭でプレミア上映された。2016年3月4日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。本作は批評家から好意的に評価されている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには143件のレビューがあり、批評家支持率は85%、平均点は10点満点で6.96点と、 なっている。サイト側による批評家の見解の要約は、マダムメドラー、おせっかいは、幸せの始まりは、その気取ったタイトルとどこかで見たことがある設定を乗り越え、家族の心の動きをありのままに描き出している。その質は、スーザン・サランドンの名演技のおかげで高められている。となっている。また、メトクリティックには十六件のレビューがあり、過重平均値は十八。 100となっている。ありがとうございます。